はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、ここまでに習った単位のまとめやっていきましょうで。ちょっと問題っていう感じはしないと思うんですが、ここにね、1番、2番、3番みたいな、これ1メートルが何ミリメートルでしょうとか、1センチは何ミリメートルでしょうみたいな感じになってますので、全部で7個あります。 での、ね、できそうな子はね、ぜひ一回動画止めてチャレンジしてみてください。で、ここはですね、すごく苦手な子が多いと思います。実は大人の方でも、うん、なんだっけなって思う方もいるかもしれません。なので、ちょっとね、うんって思った方は今からいろいろね、説明しながら答え書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、長さ、こっちからね、始めていきましょう。 で普段のこの小学生の動画はね、できれば、えっと、親御さん、大人の方が一緒に見てくれると嬉しいんですが、特に今回のこの動画は、え、大人の方、ぜひご協力ください。で、それ何かっていうと、今回単位をこう変えてるんですよね。1ミリメートルから1センチメートル、1メートル、1キロメートルって。 で、こっち傘、傘一1ミリリットル。まあ1、1デシリットル、1リットル、1キロリットル。まあ、これはね、ちょっと置いといてもいいんですけども、え、これが、どれくらいなのかっていうのを、想像できるかどうかって、すっごく大事なんですね。なので、今日、定規持ってきました。映るかなピントちょっと、あ、いけるかなこれ、みんなも定規出してみて。で、定規出してさ、1センチって、ここね、ここ。ちょ、っとピントずれちゃうかも。ここね、ここ。 ここ、ここ、ここ。<laughs> これ1センチなんだけど、あ、1センチってみんなどれくらいって聞かれたら指でこれぐらいでしょって分かると嬉しいんだ。じゃあ、1ミリメートルっていうとピント合わせます。 これの一番、このね、ちょっと、ここ、ここ、ちょっとね。だから1ミリってどれくらいだったらこのぐらいみたいなのが言えるとすごくいいの。1メートルもそう。で、1キロメートルはね、手でさ、これぐらいとかってできないから、例えば、Google マップとか地図を出してもらって、みんなのお家から学校までどのぐらいかなみたいなのもね、測ることができるので、大体だけどね。 で、あ、1キロってこれぐらいなんだっていうのを想像できるかどうか。これはみんな自身がやってもらってももちろん構わないんだけど、できれば大人の人に力を借りてやってみてください。ここはすごく大事です。じゃあ、早速始めていくんですが、1ミリメートル、1メートル、1キロメートル、1センチメートルね。ってあるんですけど、長さ、い長さだよ。で、この子の主役は、これね。単位の主役はこの子です。この子の名前、メートルです。ね、メートルくん。 この子が主役で、それに、K、キロがくっついたり、C、センチ。あと、こっちね、同じ M なんだけど、これはミリです。ミリメートルね。ミリがくっついたりしていくわけです。で、まず、この覚え方っていうのは、まあ、いろんなのがあるんだけど、今回ね、ぜひ覚えてほしいのが、まず、キロ。これね、青にしとこうかな。この K です。この、キロさんがくっつくとですね、 千。これ前もやったけどね。千です。つまり、1km は、千 m と一緒になります。で、大事なのは、ミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートルって、だんだんこう、大きくなる順番はちょっと覚えて、みんな頑張ってね。大きくなる順番は覚えてほしいんですけど、形がくっつくことによって、形がくっつくと、千。で、変わると。1km は千 m っていう風になります。 で、もう一個同じようなルールを使える子がいて、それが、ここ。さっきね、この、こっちはメートルなんだけど、こっちはミリです。ここミリさんね。で、ミリさんがくっついても、今メートルにミリがくっついただけ。これも、線で変わります。だから、1メートルっていうのはミリをね、使って、こう単位を変えたかったら、 1000ミリメートルと一緒ですよっていうのを覚えておいてください。あんまりね、1メートルとミリのこうつなぐことってないんですけど、一応覚えててくれて嬉しい。じゃあ、何がよく出てくるかっていうと、こっちね、この子。じゃあ、これも。よいしょ、C です。この子は、センチ君です。センチ君ね。で、センチ君はですね、1メートルは何センチでしょうっていう出てきたときに、センチ、C は100です。100なので、ここ、 1>, 1メートルは100センチと思います。まあ C がえっとセンチが100だからなんて覚え方はしなくて構わないんだけども、1メートルは100センチ。つまりさっきやったこれこれねだいたい1センチこれぐらいかなってなこれが100個集まると1メートルになります。多分ねお家に1メートルの定規ってないと思うんだよね。今自分が持ってるこれ透明だからごめんね。これ45センチ定規なのこれが。 45cm ちょっと足んないんだけどこれが大体2個くっつくと画面出ちゃうけどねくっつくと大体 1m ぐらいかなってみんなの身長は多分 1m ちょっとだと思うからみんなよりちょっとちっちゃいのが大体 1m100cm と同じになりますでさっきね定規でやった時に 1cm がこれぐらい近づきますこのぐらいね 1cm で 1mm がもうこんなんだってね焦点がこんなこ,こんな <laughs> だったでしょであれは ミリが10個集まるとセンチになります。だから1センチっていうのは10ミリ。10ミリメートルね。だよねっていう。まあこんな風に変換ができますよってこうね、単位を変えることができますよっていうのがあります。まあ、もちろんね、この辺は覚えなきゃいけない。まあ今まで使ってきたことなんだけども、覚えなきゃいけないっていうのもあるんですが、まあメートルが主役です。長さのね。 で、それに、キロがくっつくと線で変わるよとか、ミリがくっついても線で変わるよっていうのはぜひ覚えてあげてください。で、なんでその K とかね、えっ、ー、と、ミリとかを言ってるかっていうと、傘。これはまあ水の入ってる量とか表す傘ね。で、この傘の主役はこの L です。大文字の L。で、多分お父さんお母さんの中では、あれ小文字じゃなかったっけって昔ね。あ、私もこれですけど、これでした。 今ね、大文字なんですよ、表記がね。で、これで、リットルです。つまり、傘の主役は、リットルくんです。この子が主役。で、それに、さっきの同じ、ミリがくっついてるんだよね。だから、1リットルから、こうね、リットルとミリリットルをつなぎたかったら、M がくっついてるんで、あ、めんミリがくっついてるんで、線でつなぐことができます。1000ミリリットル。 で、これ、カッコつけちゃったんですけど、ま、あ教科書載ってないんでね。ただ一応あります単位としては、1キロリットルって。で、同じように使えるからちょっと書かせてください。これも、1リットル。主役のね、リットル君に、キロがくっついてます。だから、1キロリットルっていうのは、同じく千を使ってつなげてあげるから、1000リットルです。1000リットル。 で、ちなみに、ミリリットルとリットルっていうのは結構みんなの身近にあります。みんな、冷蔵庫開けといて <laughs> の時に、もしかしたらね、こんなリンゴジュースがあるかもしれません。さっき冷蔵庫入ってました。このリンゴジュース、ちょっと見えないかもしれませんが、ピント合うかな。あ、いけるかな。ここね、上から3行目、漢字で内容量って書いてる。まあ、量だね。が、ここ、1000ミリリットルって書いてます。ちょっとリットルがね、小文字になってるんですけど、1000ミリットルです。つまり、これ よくこのね、ジュースとか入ってる。これが 1000ml。で、1000ml っていうのは1リットルなので、つまりこれ1リットルなんです。みんな、1リットルはこれぐらい。いって覚えててください。あと、このペットボトル。炭酸水。<laughs> よく出てくるペットボトルね。今ペットボトルって結構量がね、バラバラなので、絶対ではないんですけど、このペットボトルまで、ね、ピントはちょっと厳しいかな。この辺。 500ml ってて書いてありますつまりこれは 500mL みんながよくね飲むペットボトル500です今600とか450もあるんだけどこれが500なので実はこれを2本集めるとこの子になりますこれ2本ねそうこんなのがみんなの身近でよく出てくる ml とかリットルですだからつまりさっきのさあのー、リンゴジュース あれを1000倍、千本ず千本集めると1キルリットルになります。相当ですね。まあそんな量です。じゃああとね、えー、傘の方はもう一つ有名なこの子。この D ですね。これで弟子さんです。弟子。つまり1デシリットルって言います。 で、これは、こっちも本当はね、あの、普段は使わないんだけど、D を使って、1デシメートルっていうのも実はあるんです。表現としてはね。あるんだけど、使わなくていいからね。使わなくていいんだけど、さっきみたいに、センチがくっつくと、100で、こう、つながるのね。で、デシをつなげると、これ実は、10になります。まあ、デシだから10って覚えなくていいんだよ。雑学ね、これはね。だけど、1リットルは10デシリットルです。これは覚えておきましょう。 で、あともう一個。じゃ、1デシリットルと1ミリットル。こっちは、100になります。で、これはですね、結構、ここがね、まあ、ちょっと鬼つけておこうかな。つけちゃいます。ここが結構、えっ、ー、と、間違える。 えー、ここが出てきやすいです。今までの経験上、ここが多分ミスが一番多い気がします。あの、全体的に言うとね、まあ、ここはちょっとあんま出てこないけど。で、えー、思い出し方として、ちょっと覚え方を、あのー、覚えててほしいことがあって、今、1リットルと1ミリリットルって、まあ、ミリがくっついてるから、千だよっていう話をしたじゃないですか。で、1リットルと10デシリットルもね、結構、まあ、有名、よく出てくるから、まあ、覚えやすいんですよ。でね、今、1デシリットル、この青のルート、デシリットルを通って、 で、1リットルに行くのと、そのまんま赤のルート、まんまで赤と1リットルに行くルートがあるんですが、こっち1000なんですよ。で、こっちも、ここで10を使いましたよね。十こっちのルートを通るときに、こいつ、この子×この子で通って、この1リットルにやってきてるので、同じく1000にしたいんです。だから、ここは、 100にしておかないと100、100×10 で1000にならないんですよ。上と同じようにならない。もしここを、あれ10だっけなーみたいな。10にしちゃうと10、10×10 なんで、こっちのルート通っちゃうと、100ml で上と同じ数字にならないっていうことも起きますので、まあ、そんな、これはダメなんだよっていうのは頭のね、まあ片隅に置いといてください。まあ、ここで授業終わりでよかったんですが、一応ね、 単位としては重さも習ってます。なんで今回重さ書いてないかっていうと前回やってるからね。だから他はもうサクッと復習します。で、えっ、ー、と、重さの主役は、この子。グラムくんだね。1グラムくんです。で、グラムから当然上にやろうとすると1キログラムです。次が。で、これも同じくキロ。K がくっついてるので、よいしょ。ちょっとこう雑な書き方しちゃうけどね。 1> 1キロっってていうのは1000グラムと一緒になりますよってで重さに関しては単位もう1個いるんだよね上のやつがそれが T を使った1トンですトントンくんです書いとこうトンで重さはね全部線でつなげてくれるのでここも1トンは1 0 0 0ラムと同じになりますとでこっちはね習わないんで今回ちょっと省略しちゃいますが えもしミリグラムっていうのこうやって書くのであればここもグラムにミリがくっついてるので同じように線でつなげることができますよって、まあ、これはね前回の動画でやったのでここは省略いたしましょう、まあ、今回ね長さとか傘さとか重さ今まで単位いっぱいやってきたのでそこをつながせてもらいました結構ごちゃごちゃするかもしれないんですが主役の子をちゃんとねおばまたメートルくんとかリットルちゃんとかね覚えといてキロ K がくっついたら線でつなぎます。ミリがくっついても線でつなぎます。あとは1センチ、1デシリットルってこの子さえしっかり押さえられれば単位をね、こう変えていくのはみんなもできるぜってなりますので、ぜひこんな感じで覚えておいてください。それでは今回の授業はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。またね。バイバイ。シャー